ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ、ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ、ルイス・イナチオ・ルーラ・ディエ・シルバ、ルイス・イナス・イオ・ルーラ・ダ・ス・ユバと、発音、1945年10月27日体、は、ブラジルの政治家、第35代大統領、在任、2003年から2011を務めた、社会主義政党である労働者党に所属、通称ルーラー、または、ルーラで、日本のマスコミでは、 ルラと表記されることが多い。1982年までは、生誕時の名前であるルイス・イナシオ・ダシルバ、ルイース・イナチオ・ディエ・シューバと名乗っていた。ルーラ、ルラとは、自らの名前のルイス、ルイースをもじった、正気からのあだ名であり、1982年にサンパウロ州知事選に立候補するにあたって、広く知られた通称であるルーラを加えて、 ルイイス・イナシオ・ルーラダ・シルルバと解明した。ルーラは、ルイスイナシオ・ダ・シルバとして、ペルナンブー・コ州の貧しい無学の農民の一家に生まれた。彼の誕生日は10月6日として、届け出がなされているが、母親の記憶では10月27日生まれだと彼は主張している。ブラジルの農村部においては、出生日の食い違いは珍しいことではない。ルーラが生まれて間もなく、父親は、 沿岸の都市サントスに港湾に役労働者として出稼ぎに出る。母親と8人の子供が父親のもとを訪れたのは1952年のことであった。彼らはトラックの荷台に13日間揺られ父親のもとへ行った。彼らの生活環境はペルナンブーコに住んでいた時よりも向上したが相変わらず苦しいものであった。1956年に一家は サンパウロに移り住む。ルーラは母親と7人の兄弟と共にパブの裏の小さな部屋で暮らした。ルーラは公的教育をわずかながら受けたが4年生で学校を離れた。彼は12歳で靴磨きとして働き始める。短期間日本人の洗濯屋で働く。14歳になると製鉄所で初めて正式の校員として働く。働きながら小学校の家庭を修了した。 19歳の時、プレスコーとして勤務していた自動車工場で起きた事故で指を失う。その頃から彼は、労働組合に加入し、重要な役職に就くこととなる。当時のブラジルは、軍事独裁政権下にあり労働組合を強力に抑圧した反動から、ルーラの政治観は大きく左傾化することとなった。1969年、マリア・ジルルです。 マリア・デ・ローデスと結婚。しかしマリアは出産中に、子供と共に死亡する。1974年にマリーザーと再婚し、その後三次を設ける。同年、ミリアン・コルデーロ、ミリアム・コーダローとの間にも婚姻外の女児を設ける。1975年、ルーラは、サンパウロ・シュー・サン・ベルナルド・ド・カンポ、サウ・バーン・ハード・ド・ゥ・カンポ及びジア・デマ。 ジアデマの鉄鋼労働者組合の長、プレジデントに任命される。1978年にも再選され、その任期中に彼は、軍事政権時代長きにわたって行われてこなかった、大規模なストライキを含む主要な組合行動を、組織する。1980年、軍事政権下で、夜勤労働者のストライキを組織、裁判所はストライキを、国家治安維持法違反。 当時存在した法律と判断した。当時はどんなストライキでも国家の安全を脅かすものとして不法と判断されていた。ルーラはストの首謀者として特攻により逮捕、投獄された。地方軍事法廷は3年6ヶ月の懲役を言い渡したが、高等軍事法廷はこれを棄却した。1980年2月10日、ルーラを含む学者、労働組合リーダー、 知識人のグループが、労働者党、パーティド・ド・ストラボリア・ドゥーリス、PT を発足させる。独裁政権のただ中において、進歩的な理念を掲げた、左翼政党であった。1982年、ルーラは、自身初の選挙である、サンパウロ州知事選に、ルイス・イ・ナシオ・ルーラ・ダ・シルバの名で臨む。破れはしたものの、彼の労働者党は、存在をつなぎ止めるのに、 十分な議席を確保た。1984年、労働者党及びルーラは民衆キャンペーンディレタース・ J、ジレータス・ジャーに参加した。このキャンペーンは、次期大統領選挙における直接投票を要求するという趣旨のものであ。このキャンペーンの直接の結果として、民衆たちによる何年もの戦いの後、ついに1989年に至って29年ぶりの、 直接選挙による大統領選挙が実現したのである。ルーラはこの大統領選挙に労働者等の候補として出馬したが、決選投票で国家再検討のフェルナンド・コロール・デメロに僅差で敗北した。1992年、ルーラは民間ファンドに関わる数々のスキャンダルについて、時の大統領コロールを弾劾するキャンペーンを張った。やがて、 コロールの弾劾裁判が行われ、コロールは辞任に追い込まれた。その後ルーラは1994年と1998年の大統領選挙に出馬したが、いずれもブラジル社会民主党、パーティド DA ソーシャルデマクロシアブロザレロ、PSDB のフェルナンド・エンリケ・カルドーゾ、フェナンド・エンヒー・キ・カルドーゾと発音に破れている。2002年10月27日、ルーラは、 社会民主党の候補女性派、法イセラを破って大統領に選出される。投票率は61%、得票数は5240万票にも達し、ブラジル民主主義史上最大の得票数であった。2003年の元日より、同職に就任する。宣誓式において、ルーラは涙ぐみながら次のように宣言した。EEU。 キューズランテタンタスベシスフィオクサドデナオテア、UM ディプロームスーペリア、ガンホオー、メウプリメイロディプローム、オーディプロームでプレイシーデインテディラプーブリーカドゥメウパス。BR、わけ、大学の学位がないと何度も非難されてきた、この私が、生まれて、初めて免状を手にします。それが、我が国の大統領という称号です。 これによってルーラは国家の最重要職を務めるのには致命的とされてきた高教育経験の不足を非難する幾多の攻撃に応える形となった。労働者等の支持者たちは彼の明晰な知性を引き合いに出し、可用な非難を重く捉えることはなかった。2006年の大統領選挙では所属する労働党のスキャンダルが 相次いだことで1回目の投票で過半数が得られず、決選投票にも連れ込んだが、10月29日に行われた決選投票では60%以上の得票率を獲得して大統領再生を果たす。大統領に決めも高い支持率を維持したが、憲法規定により参戦は禁止されているため、ルーラは2011年1月1日の任期満了を持って退任した。 退人時の支持率は90%近くであった。後継の大統領候補には、官房長官を務めたジルマルセフ、ジルマルセフフと発音を指名し、好調な経済を背景に、ルセフが公認の大統領に当選した。石油会社ペトロブラスから不正な資金がルーラに渡った疑惑、オペレーションカーボッシュが持ち上がり、2016年3月4日に、 警察によって身柄を拘束された。これに対して、ルセフ大統領はルーラを官房長官として入閣させることで、捜査や基礎に最高裁判所の承認が必要となる、措置を取ったため、抗議デモがさらに相次いだ。2017年7月12日、パラナ州の連邦裁判所はルーラに対し汚職と、マネーロンダリングの罪などで、禁錮9年6ヶ月の有罪判決を下した。 裁判は、この他にも、司法妨害など4件が進行中。2017年8月1日、ブラジル連邦検察は収賄とマネーロンダリングの、両、罪でルーラを、再び起訴した。ペトロブラスの工事を受注した大手ゼネコンのオデブレヒトと、OAS から2010から14年にかけ、ルーラが、実質的に所有していた別荘のリフォーム代を、肩代わりしてもらったとされている。 2018年1月24日、ポルトアレグレの連邦裁判所はルーラに対し汚職と、マネーロンダリングの罪などで、禁錮12年と1ヶ月の控訴審判決を下した。ルーラは10月の大統領選挙への立候補を表明していたが、控訴審で有罪判決を受けた者の選挙立候補を禁じる、法律の規定により不可能となった。同年8月、大統領選の立候補を届け出た。 その後、労働党は候補者を差し替えた。国際部隊におけるルーラ政権の試みは、ブリックスの一員として、発展途上国内でのリーダーシップを模索するとともに、富裕国と対峙することであった。メルコスール、メルコスウと発音を通じて、南米の統合を促進し、ベネズエラの加盟を推し進めた。2006年のサミットにおいてはより自立した。 ラテンアメリカの支持者を辞任、FTA を通したアメリカの身長から距離を置いている。また、アラーブ世界やアフリカなど、過去にブラジルと関連の薄かった国々との通称ルートの開拓にも先進した。国連安全保障理事会の改革にも奔走し、ブラジルの常任理事国入りを目指す。日本との外交関係も重視しており、2005年5月に来日した。 2008年7月にも第34回主要国首脳会議に合わせて開催されたエネルギー安全保障と気候変動に関する主要経済国会合に出席するため北海道東屋湖町を訪れた社会政策としては気ガゼロ計画を立ち上げ貧困層への支援を積極的に行っているその一環として当選の翌年2003年10月 貧困層への家族手当である、ボルサファミリア、ボールセイファミリア、家族賃金を創設した。これは、防災スコーラ、学童基金、食料補助、ガス助成金、食料オカードといった4つの公的付助制度を統合したもので、月間所得が50レアル、ヘアウト発音以下、16歳以下の通学中の子供がいる場合は100レアル以下の貧困世帯に対し1ヶ月、50レアル、 通学中の子供一人につき15レアルの家族手当を支給する制度ある。気ガゼロ計画では他に連価で食事を提供する大衆レストランの設置や食料配給なども実施されている。また、貧困対策としては最低賃金の引上げも実行した。労働者等出身とはいえ、急進的なサハ路線は取らず、基本的には現実的な経済政策を取っている。 2002年の大統領選挙では過去の大統領選におけるルーラの左翼的な主張から市場に警戒感が広りタイドル市場ではレアル安が進んだしかし政権が発足するとルーラは公務員年金改革による財政支出の削減などを行いカルドーゾ政権の財政健全化路線を踏襲したためその懸念を払拭した実際 IMF の目標値を超える財政黒字を達成し、2009年には IMF に対する純債建国となっている。また、インフレ抑制にも成功している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。